CJS をご覧の皆さま、こんにちは神谷総平です。本日もじっくり学ぼう日本の健康という防衛学、泉修さんとともにお送りしていきたいと思います。はい、こんにちは。よろしくお願いします。前回ですね、はいお。お伺いしたのはこう日本人は、まあ、こう例えば僕なんかもそうでしたけど、うん、体調不良だったりすると栄養を取らなきゃ取らなきゃと思っていっぱいねサプリ飲んだり食べ物食べたりするけど実は。 栄養の摂取も上限があってそれ以上に取ると健康被害が出ますよという文書が出されてるんですよね、うんはい、公の機関から。それをもうマスコミも医学界も厚生労働省もまあどっちかというと僕らですとあえてて言うなないなと、うん、それを言うとなぜ公認してサプリメント出してるんですかというところが突っ込まれるんで、うん、だからなんかその辺のところがねあのものすごいグレーゾーンが多い、はいうんそこをちょっと皆さんがやっぱグレーのままでおると。 グレーのまま流されてしまうんで、うん、そこはやっぱり自分で勉強して、はい、あのやっていただければ職務も変わってくるんちゃうかなとね、うん、実はそれはねやっぱりね子供たちなんですよやっぱり、はい、うんやっぱり子供たちのやっぱり食事を変えていかないとやっぱり元気な大人もできないしね、うんうん、そういう意味ではあの家の中でお母さん特にお母さんはやっぱり自分のお母さんだけじゃないかもわからんないけど。 自分の家の食事を守る人がやっぱりこう食べさせるものに関してもうちょっと意識を高めてほしいというのはやっぱり思いますね。だから特にねもう本当10歳までなんて脳も体も一番発育する時期じゃないですか。僕なんかまあどうしても忙しい時に今でもまあファーストフード店とか行くんですよコーヒーだけ飲みとかしたらもう本当になんかちっちゃいね2歳か3歳ぐらの子供がもうおそらく添加物がいっぱいついてんだろうなっていうのを食べさせられてでお母さんたちは横でスマホ見ながらこうお母さん喋ってて子供たちがそれをむしゃむしゃ食べてるのを見る ると、うん、もうちょっと考えようよって、ね、こう日本のね、先行きが、え、すんだけど。まあ、でも、それな、ね、彼女たちはそういうことはね、一切悪気なく。うん、そうなんですよね。別に、あの、普通にやってるんだろうなって。まあ世の中で言うと、なんか、あの、それを食べてて悪いという。 ことに対して問題提言ないんでね、はいうん、その辺がやっぱり問題です、ね、ですもやっぱり海外僕結構行くんですけどやっぱ欧米そうヨーロッパなんかは、はい、食べ物に対してすごくみんな意識が高くてそんなね添加物がいっぱいついてるのもまず認めないし食も今もうほんとオーガニックに切り替えてるっていうのも分かってますと。でアメリカもこの間まではまあサプリメント大国って言われてきましたけどはい、はい、最近アメリカに住んでる友達と情報交換してるともうアメリカもサプリメント置かなくなったよと。との、うん、やっぱり粗悪品悪くて。 あの健康被害が出てるっていうことを訴訟もだいぶ起きてるみたいですよね。うん、で、今このスーパーフードとかパワーフードっていうのが流行っててやっぱり食事からきちんと栄養取りましょうとでその面白いのはスーパーフードの中に日本食、はい がいっぱい入ってるんですね。あのやっぱり日本の和食っていうのがまああの世界でになりましたけども、非常にやっぱりバランスがいいということで、世界の最先端は和食を注目しているのに、日本人がどんどん和食から離れていってるっていうこの皮肉ね。はい。それやっぱり問題あるんですけどね。やっぱりそれで言うとやはりね、あの先週も言いましたけど、塩分っていうのはね、やっぱり日本人は あの塩分硬い硬いというけど、僕、はい、完全な間違いと思うます。はい、でね、人間ね、みんなね。あの七十パーセント体の水と思ってるんじゃん、はい、水じゃない。生理生殖塩水でできるで。はい、ね、はい、生理生殖塩水というのは一リットルに九グラムの塩分混ぜたんが。だいたい体の七十パーセントなんです。はいはい、で、基本ね、生まれたての赤ちゃんと、もうあの死ぬ間近のじいちゃんばあちゃん以外はね、だいたいね。うん 何もせんでも汗とおしっこでだいたい2リットル出すんです、うん、ということは 2×9 やからね、はい、18出てるんですよ。ああ、毎日。はい。で、運動してる人もうちょっと出てる。はい。ほなね、18を入れなあかんねやけど、それが厚生労働省が言ってるのが10グラム以下、うん、今も8グラム。はい。WHO もう何回してる、8から6とか言ってるんですけど、はい、これを言い出してからみんな熱中症で倒れるようになってる。 昔、中症ってなん,かったなんかった確かにね平熱がちょっと上がってるっていうのはあるんですけど、はい、僕はこの考え方で言うと、うん、やっぱりねみんな塩分不足させられてるんです塩分不足な何でかいたら、ね、血圧上がるのは塩分やとかね動脈硬化やるのは塩分や塩分あかん塩分あかんってうから、はい、家自体も、まあ、大黒柱のお父さんを守るために減塩し油、うん、塩分使えないほん、はい、で小学校大阪なんかでも大阪の給食はね全部塩分抑えてるんです、うん それからね「残す」って僕はテレビで見たんですけどあれはねみんななんで残すか言ったら冷たいからじゃない橋本さん温めようっいやそうちゃうちゃうちゃう塩分を抑えてるから産まないね自分のところお弁当ちっちゃかったらお母ちゃん作っと食うたでしょあれはね塩分考えない美味しいもの作ってるそうなってくると塩分を控えるってもう完全な間違いないほんでいろんな今書物もだいぶ出てますけど基本的にねなんで熱中症になるかって僕の個人の考え方ですよ説明するときは。 春先多いんですね。はい。熱中症。え、春先。春先一番。春先なんで多いからね。外気が急に上がり出すんです。はい。上がりますね。ほうなら、そうならね、人間ってね、汗かいて体温を下げようとするんです。ところが塩分不足の子供たちとか年寄りとかね、あんまりこう体力ない子はね、脳が出ささない。ああ、塩分不足するから。そう、塩分するから。これ以上汗かいたら自分自体が倒れてまうから。だから出ささないんです。は それでみんなボンボンボン倒れてるあーんで熱が上がり続けるとんでねそれともう一個マスコミが言うのは塩分をこまめに取りましょうこまめに取りましょうって言うでも夏みんなどんどん倒れるでしょなんでかいったらねほんまの塩分不足の人は水を入れた段階で塩分量が薄まるんですはいそれだからね暑いとか寒い関係ないその段階で薄まるから人間で自分のキープしようとするんで汗出てるんです水分がそれだからなんぼ水入れても塩分水分不足なんですうんうんうんそうだからあげられないから倒れるはい だからうちの指導ではただねこれがねこの間も今テレビでまああのデトックスでね、はい、1> 水1リットルに塩分入れて急に飲んで、まあ、それでもすぐ医学会がこんなのやったらあかん腎臓が悪いとか言うのですぐストップマスコミにかかりますけど、はい、まあそれでよくなってもして人もいいんやけどこれがちょっと難しいところは。うん 腎臓がねやっぱり、ね、日本人で詰まってる人がが多いんです腎臓が詰まってるとまあまあここに腎臓があってでここから輸入管っていうのがあって膀胱があってそこからおしっこが出るんですけど、はいはい、この腎臓というのが実は詰まってると塩分が出ない、うん、本来出ないんで出ない出なあかんは出へんの体の中に行くから血圧が上がるとか、うん、血管を傷つけるというか、はい、それがねこの実はこの腎臓が どういう状態かというのをちゃんと見極めてその塩分は入れなかがらここが難しい、はい、ここはやっぱり医学会とちゃんと協力して、うん、ただね医学界も僕もいろんな人に聞くとね腎臓が詰まってる詰まってないという判断はものすごく難しくて、うん、でできなくてエコーであのやっても難しいということもいらっしゃるし、うんうん、で基本的にねタンパクがおしっこが流れたら病気で言うでしょはい ということはねタンパク質っていうのはね本来僕腎臓ってね糸球体糸の玉の体っていうのがあるんですこれ万個ずつんです。そこから先ほど言いましたイラン塩分やとかカルシウムとかビタミンを抜いておしっこから出すんですけど糸球体でこの糸球体は僕がこうろ過するもんですけどこれよりねタンパク質はアミノ酸はね大きいんですよ。 だから血液に残って髪の毛作ったりとかいろいろするんですけど、はい、これがねどん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 日本人はさあのアミノ酸取りすぎてるんで、はい、どん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 それはね飽和状態になって、ねはい、こっから流れないものが流れてるっていうことは破れてるか越して出てる。はいはい それが実はたんぱくが出てるという状況やって僕は考えてるんですけど,、はいどはい、まあお医者さんはみんなあのちょっと疲れていいるななう話しかしか、はいうん、でもその状況の時にたんぱく塩分取るとやっぱりダメなんで、うん、そこは難しいところです、うん、だからうちはその足つぼで腎臓のこうやって硬くて、はい、それからちょっと急には絶対あの塩分は入れさせないです。うん、1> 1週間とりあえずタンパク質抜かして、はいはいはい 腎臓をきれいにして流れるような状況にしたから塩分を入れてるんですああ、理にかなってますねそれするとね、あのだいたい平熱が一度ぐらい上がるうん、うん、これが免疫を高めるっていうことやと思ってるんですけど、はい、でそれをね、やっぱりさしていないんですよねうん、うん、だから結局、あの先ほど前回も言わしてもらいましたけど日本人はどうしてやっぱり塩分取ってたかってったら実は毎朝ご飯食べて味噌汁と 漬物で、やっぱり塩分とってたんです、ね。はいうん、塩分、ね、ここに実はね、乳酸菌も入ってたんですよ。うん、で、日本人はね、もう、あの、そこ、塩分固いからいて、その日本人の、もともと本来の。味噌汁と漬物というのをなくしたんですよ。うん、塩分固いから。はい、ほんなら。本来は日本人はね、乳酸菌なんで取ってたか。あの、その発酵食で。はい、味噌汁と、ぬかずけてと。はい、で、これがなくなったから。うん、はい。ほんな乳酸菌とゃない、はい、ヨーグルトと言われますけど。 乳製品が日本人に合うてるか合うない僕は合うてないと思いますけど、うん、それよりも本来取ってたものに戻さなか、うんうん、それで乳酸菌取れるんですから、はい、それはそれを取らずにその、まあ、ヨーグルト系を今ものすごい入れてますけど、うん、これで僕とこはこのヨーグルト系でやっぱり子宮頸が子宮頸増えてるしあの乳がんも増えてるというような考え方なんで、うん、やっぱりねもう一回ね戻さなあか、うん。 取ろうううとといののが僕は一つのやっっぱり考え方を皆さんんにももちょっと理解してもらわななあかんなんただここはね難しい自分自己判断でやると難しいんで、うんうん、そこの部分はやっぱりちょっとタンパク質うちではね、うん、タンパク質をと抜いて腎臓の状況を見てから入れるんですけど、はい、でやっぱり日本人はやっぱりね水と空気と塩と、はい、やっぱこれがないと元気になれないと思っているんで、うんうん、だから塩分に関しては 難しいのは分かります判断はあるけども塩分を取らないっていうのは絶対それはねうちでもうつの人もいらっしゃるんですけどさんん、塩分不足です。うただ僕の知り合いでも塩っていろいろあるじゃないですか食塩も塩という人も塩ちゃうしねだから塩っていうのもいろいろ種類があって食塩取ってた人が天然の本当にいいお塩に変えたら いろんな体質改善したっていう例もあって。うた。だから薬をやめて、お塩変えたら体質改善したって、そんな塩なんかで治るのって。言ったけど、僕もまあ塩変えたんですよ。今だから家で使う塩、はもういい塩を、あの使ってるんですけど。それもあったのかも、体調もね。だいぶ回復したし。ちゃうり、先輩、後者がね、日本は塩独占者。国が。はい。で、中国も昔そうじゃないですか。はい。それをやっといろんな人の活動で。やっと、その、まあ。 うちは全員がね、食塩は塩と呼んでないですよ。うん、もう最低でもやっぱ粗汁ろ、はい、ミネラルの入ってるもん、もニガりの入ってるものが塩なんで、うん、そこもやっと変わりつつあるんですよ。だ、はいうん、からそういう考え方でね、うん、あのもう一回塩分を子供たち、僕らの時ね、みんなね、お母ちゃんとかよ麦茶に塩を入れてたんですよ。あ,<ー> <laughs> あの時は慣れへんかった、みんなはい、熱中症には。だ、うんうん、から熱中症の この指導もまあ難しいとは思うんですけど、やっぱり皆さん自分で自分の体は自分の子供たちのね健康を守ろうと思ったら、やっぱりもうちょっと塩についても考えてほしいと思いますね。そうで夏はスイカと塩でしたもんね。そう、スイカと塩。スイカと塩でね、もう麦茶に塩。なんかやったら、ほんで子供たちにもね、あの僕はとこはあの便秘治すときにも塩分入れてるんです。はい。だからもう腎臓治って塩分を入れると、これなんで便が出るかってね。 漬物と同じ原理で、きゅうり硬いままではなかなか出ないんです。塩を入れるからね、こう浸透圧がきゅうってなるでしょこれがうちは便っていう感じ。なるなる。だから塩分不足の人は、ほとんどの方がもう、あの、便秘です。だから、それを治すためにも塩分入れてるんです。もうね、あのお師さん、初めて通い始めた時に、朝ね、左右にちょっと塩入れて。飲みなさい。とれずつやってたんです。最近ちょっとやってないですけど。はやらない。やらない。 冬ねみんな忘れるんですよなんでかってあんま汗かかへんからねただね冬はね今思い返ってください絶対ね夏よりおしっこ行く回数多いあ多いですそうですということで、ね出てるのは出てるんですやっぱり出てんねんけど僕最近やれてないのは出張が多すぎてなかなか出張先でお湯沸かしてっていうのはめんどくさいから家だったら簡単じゃないですかガスつけてちょっと入れるだけだからそれをねこう袋に入れたやつもね うちのマネージャーの浜台のが、今作り出しました。あほんまですか?。じゃあ次回、次回、次回買っていただきす。っかり商売の話。大阪人なしでいいんじゃないかと、いうことで。はい。まあ今日はあのお塩の、話をお聞きしましたけどもね。まあだから、本当にお塩ダメダメっていうこと言われてましたけれども。あの、僕の周りもやっぱり、僕もそうでしたし。あのお塩を変えたりとか、お塩ちゃんと取るようになって。あの、大調良くなったと、いう人もいるので。それだね。 飼料が非常に難しいデリケートな問題なんですけど飼料を抑えていってね人工透析はねどんどん増えてるんです実はちょっとその人工透析は次回詳しく聞かせてくさい僕の周りにもちょっとそういうのが始まってしまってるのでぜひちょっと次回人工透析って大きな問題なのでその辺について聞かせてだければと思います。